こんにちは、ほみほみドッグトレーナーゆかです。今回は私の犬の保育園生のワンちゃん2歳チワックスのはなちゃんと楽しいトリックをやっていきたいと思います。今回やっていくのはバック、ワンちゃんが後ろに下がるトリックになります。これを教えるメリットはワンちゃん後ろ足を意識するようになります。四つ足歩行のワンちゃんは普段前足重心なんですね。前足にしかほとんど重心をかけていないので後ろ足は意識して使っていません。使っていない筋力はどんどん退化してしまいますので寝たきりも増えています。トレーニングでしっかり後ろ足を意識させる行動を教えていくことで老化予防、寝たきり予防になります。ということで早速バックのやり方やっていきますね。ほめほめ。まずステップ1はいくつかやり方あるんですけども一番単純なやり方は立って、そうそうそう、イエス、オーリコ。一番単純なやり方はこのようにご褒美の手で鼻先をちょっとプッシュする誘導で後ろにワンちゃんが1歩2歩でも下がったらご褒美っていう風にやることから始めます。何回かやってみます。はい、鼻ちゃん、よいしょ、立ってね、オーリコ、立ってね、そうそうそう、オーリコ、イエス、オーリコ、上手上手、よいしょ、イエス、上手だね、オーリコ、よいしょ、イエス、オリコ。この時にちょっと頭が下に下がる、ちょっと低めの位置で下から斜め上に押す感じでやってあげると下がりやすいと思います。よいしょ、そう、オリコ、オリコ、よいしょ、イエス、オリコ。下がれるようになってくるとワンちゃん分かってくると自発的に下がるようになってきます。そしたら向かい合って下がらせてみますね。ほめほめ。この時点でステップにはもう誘導ではなくなります。はい、鼻バックよ、そう、オリコ、オリコ、イエス、オリコ。数歩でいいので自主的に下がったらご褒美っていう風にしていきますね。はい、オッケー。はい、バック、オリコ、はい、バック、オリコ。で最初は一緒についていって下がらせます。ワンちゃんだけ下がるのは難しいので一緒についていって OK です。バック、そうそうそう、オリコ、 OK、 バック、オリコ。このようにだんだん距離を伸ばしていきます。オリコ、上手上手、オリコ、 OK、 バックをもう分かってる、ね、オリコ。ほめほめ。ステップ3はワンちゃんだけ下がるっていう風にしていきます。犬は人と離れると不安になってしまいますので最初は人がついていかなくなると不安になってまた長距離は難しくなりますので最初はまた体1個分くらいの距離から始めてみますね。はなちゃん、バック、あれ、バック、イエス、オリコ、バック、イエス、そう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 、オリコ、見て、バック、そう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 、オリコ。この時必ずワンちゃんが下がったところまで行ってご褒美をあげます。行って戻ってご褒美をあげるとワンちゃん下がって戻るがセットになっちゃうので下がることを強化するために下がった地点まで行ってご褒美をあげるようにします。バック、この子はもう教えてるので距離が離れていってもできるんですけどもだんだん距離を伸ばしていきますね。バック、イエス、オリコ。本当はマットとかターゲットのゴールになるターゲットがあるとどこまで下がればいいのか分かるのであった方がいいです。今日はなのでこの黄色いマットの端っこをゴールにやっていきたいと思います。バック、そう、イエス、オリコ、バック、そう、上手、イエス、オリコ、バック、イエス、上手、そうそうそう、オリコ。今日はゴールのターゲットがないので分かりにくいので難しかったですね。今これ体1個分くらいの距離でできていますのでこの短い距離で自信を持ってできるようになったらまたもうちょっと長距離っていう風にだん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 伸ばしていくと長距離のバックもできるようになります。ということで今回ははなちゃんとトリックバックのやり方をやっていきました。ぜひあなたもワンちゃんとワンちゃんの老化予防のためにそして絆を深めるためにチャレンジしてみてくださいね。今回もワンちゃんが可愛い役に立ったと思う方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございます。
ございます。このチャンネルではワンちゃんを叱らずに楽しく仲良く暮らす方法や考え方もお伝えしています。興味のある方はぜひチャンネル登録と高評価